はいどうも、キャッチミーの高幸です。今日もフットボールマネージャー2020京都サンガを救いたいやっていこうと思います。で、今日なんですけど、今日は大宮アルディージャ戦とジェフユナイテッド千葉戦、この2試合をやっていきたいなと思ってるんですけど、まず大宮アルディージャ、大宮は今現在20位っていうことで、結構ね降格争いをしている印象があって、で21位のアルビレックス新潟と勝ち点差が4っていうことで、そこまで勝ち点差が離れてるってわけじゃないけど、1試合じゃ覆らへんところにいる分、少し楽な印象はあるけど、大宮もまだあと4試合もあるんでね、気を抜けない戦いにはなってくるはずなんですよ。残留争いをしているチームっていうのは、だいぶ真剣っていうか、もう本気で勝ち点1でもいいから取りに来るっていう状況が終盤戦だいぶ生まれてくるんで、そこに気をつけて戦っていきたいなと思います。で、もう一試合のジェフユナイテッド千葉戦、ジェフは一時期ね、夏7月8月くらいの時は柏レイソルとジェフユナイテッド千葉と京都サンガの3強みたいな感じで、1位2位3位勝ち点をもう1差くらいで争っててんけど、今は9位っていうことで、少し落ち目にはなってるっていう印象かな。でも全然9位上位なんで、でプレイオフもギリギリまだ狙える順位にはいるんで、苦戦を強いられるかもしれへんけど、頑張って勝っていきたいなと思ってます。で、前回ファジアーノ岡山に1対1の引き分け、栃木 SC にも1対1の引き分けっていうことで、両方とも引き分けに終わっちゃったんですけど、この栃木 SC 戦に勝ってたら J1 昇格が決まってたんですよね。自動昇格の枠がキープできてたっていう状況やってんけど、後半に和田のミドルシュートが決まって、その後点を決めることができずに試合終了っていう感じにはなっちゃったんやけど、これが昇格へのプレッシャー、重圧っていうんかなっていうのを感じたよね。で、その重圧にね、いつまでも苛まれてたらダメなんで、この大宮アルディージャ戦勝ってきっちりと J1 昇格決めていきたいなと思います。はい。で、今も大宮アルディージャ戦の直前まで来てるんですけど、ここにね、軽く順位表載ってるんですけど、サンガとレイソルのさ、1試合少なくて勝ち点差9なんで、ここレイソルが勝っても勝ち点差6あるんで、優勝もだいぶ見えてきたんじゃないかなっていう印象ですね。もしかしたら、このパートで昇格と優勝両方決まるかもしれないっていう可能性もあるんで、頑張ってやっていきたいなとは思ってます。じゃあ、大宮アルディージャ戦見ていってもらえたらいいと思うんで、見ていってください。どうぞ。 J2 リーグ第39節京都サンガ FC 対大宮アルディージャのハイライトです。まずはホーム大宮アルディージャのスターティングラインナップ。フォーメーション442、ゴールキーパー笠原、ディフェンス右から尾長、畑尾、マクシメンコ、川面、ミドフィルターセンター2人、石川と菊池、右が島田、左黒川、フォワード2トップ、ジャーメインとハスキッチ。降格圏との勝ち点は3、苦戦のシーズンを強いられている大宮、ホームで勝ち点を取り残留争いから抜け出したいところ。続いて京都サンガのスターティングラインナップです。こちらもフォーメーション442、ゴールキーパー若原、ディフェンス右から飯田、安藤、よりディバイス黒木、ミッドフィルターセンター2人、庄司と福岡、右に光月、左荒木、フォワード2トップ、中川と宮吉。前回引き分けで昇格を逃した京都サンガ、この試合勝利して自動昇格の権利を今度こそゲットしたいサンガがアウェイ大宮戦に挑みます。前半2分、飯田からのロングフィードを中川が落として、中盤でパスをきれいに回していくと、光月から裏に抜け出した宮吉に絶好のパス、そしてシュートを決まった。冷静に左隅ネットを揺らし、京都サンガが早くも先制します。前半32分、大宮スローインから尾長のクロスにハスキッチ、しかしこれはキーパー正面。前半42分、中盤の石川からのフィード、左サイド島田に通り、中切り込んでいき止められますが、こぼれ球菊池がためを作り、ワンツーからシュート。後半15分、左サイド黒木からのクロスボール、ファーサイド光月落として飯田のシュート、これはマクシメンコブロック。後半20分、中央庄司の縦パス、光月が戻してダイレクトで打ってきた、しかしこれは笠原キャッチ。後半25分、京都クリアボールを中川が収めて、一人でドリブルで相手エリア内に持っていきます。後ろ追いかけてきた宮吉、マイナスのパスに福岡のシュートを決まった。値千金のミドルシュート決まって2対0、昇格に向けてリードを広げます。後半27分、京都自陣で曖昧なパスをハスキッチにカットされ、ゴール方向を持ってシュートを、しかし枠を捉えられません。後半31分、大宮右サイドからクロス当たりますが、オナが拾ってクロスに戸島、決まった。綺麗なヘディング決まって大宮が1点を返します。
後半35分、今度は京都金久保のコーナーキック、これに合わせたのは中川。決まった。これで3対1としてまたも2点差リードを広げます。後半38分、さらに京都中央庄司のフライスルーパス、反応した中野のシュート、しかしこれは笠原ブロック。後半43分、大宮黒川のフリーキックに石川のヘッド、しかしこれは若原キャッチ、ゴールを許しません。するとそのまま若原のロングフィードから中川が綺麗にトラップ、反転しペナルティエリア内持ち込んでグランダーのクロスに中野、しかしここも笠原がセーブ。後半48分、大宮尾長からのボール、大山に渡ってアーリークロスにハスキッチ、若原キャッチで試合終了の笛。京都サンガが3対1で勝利、悲願の J1 昇格を勝ち取りました。はい、というわけで京都サンガ FC 対大宮 RD じゃ3対1で京都サンガが勝利ということで、昇格が決まりましたと。いやよかったね、栃木 SC 戦で引き分けて昇格決まらへんかって、今回も決まらんかったらどうしようと思ったけど、宮吉がめっちゃ早い段階でゴール決めてくれて、後半にも中川がドリブルで持ってって、宮吉がこぼれ球をスッと福岡に渡してシュート決まるっていう、いい状況で2対0っていう状況を生んで1点返されたけど、その後すぐにまたコーナーキックから中川がゴールを決めてくれて3対1、結構見応えのある試合やったね。久しぶりに複数得点を取れたっていうのもあるし、まあちょっと苦戦はしたけど、きっちりと昇格を決めることができてよかったなと思います。じゃあまあ他会場の試合結果見ていきたいなと思います。はい、他会場の試合結果です。大宮 RD ジャ対京都サンガ FC 3対1で京都サンガ、アビスパ福岡対水戸ホーリーホーク3対0でアビスパ福岡、ファジアの岡山対東京ヴェルディが2対1でファジアの岡山、 FC 岐阜対柏レイソルが3対1で柏レイソル、 FC 琉球対徳島ヴォルティスがスコアレスドロー、ジェフユナイテッド千葉対モンテディオ山形が2対0でジェフユナイテッド千葉、レノファ山口対町田ゼルビアがスコアレスドロー、栃木 SC 対アルブレックス新潟が2対1で栃木 SC、ビファーレン長崎対鹿児島ユナイテッドが1対1の引き分け、ヴァンフォーレ甲府対横浜 FC が2対1で横浜 FC、 制限金沢対愛媛 FC が1対1の引き分けということで、順位表がこんな感じと。はい、京都サンガが昇格を決めて勝ち点88、柏レイソルが1試合少なくて勝ち点79、町田ゼルビアが勝ち点75で、まあここの差がね13に広がったっていうことで、残り3試合なんで昇格が決定したっていう感じかな。でファジアの岡山が68、ビファーレン65、モンテディオ60、アビスパ60と続いてってるって感じね。もうだいぶプレーオフも決まりかけてきてるかな。最後のこの6位のところがモンテディオ、アビスパが同じ勝ち点で、まあ横浜 FC が56で追いかけてきてるっていう感じか。でまあ降格争いも、まあまだチャンスはあるけど、琉球アルビレックスがだいぶリードしてるって感じかな。ここで勝ち点差4、5ついてんのは痛いっちゃ痛いよね。ここがまだ勝ち点差1とか2とか1試合でひっくり返るくらいの勝ち点差やったら、全然アルビレックスも残れる可能性はあるけど、4かーって感じはあるね。まあでも今回は京都サンガが昇格を決めることができて、とりあえず一安心かな。次の試合でもしかしたらサンガの J2 優勝も決まるっていう感じにはなるかもしれないですね。じゃあまあ順位表を見るのはこの辺で終わりたいなと思います。はい、サンガが昇格を祝うというニュースも出てますね。よく晴れた秋の午後、NAC5 スタジアム大宮で行われた試合でサンガが昇格を決め、立役者の安藤潤が関心の的になったと。安藤が立役者なんや、宮吉やと思ってんけどな。まあでも宮吉が得点しリード、その後福岡中川とゴールを決め勝利を決定づけたっていうニュースが出てますね。でまあもう一個記事が、サンガが J1 への昇格を決めた、サンガは最初から予想を上回って最終的に昇格し、喜びに満ちた成功のシーズンとなったということで、ありがとうございます。というわけで次ジェフユナイテッド千葉戦、ここを目指して、もしかしたらここで J2 優勝も決まるかもしれないんで、このパートで両方とも決まったらすごい面白いことになるかもしれないんですけど、ジェフユナイテッド千葉戦まで何もなかったら行きたいなと思います。はい、今もジェフユナイテッド千葉戦の直前まで来てるんですけど、まあ、今回ここ勝てば J2 優勝が決まるかもしれないって言ってたんですけど、はい、なんと柏レイソルが、まあ、先週の水曜日に柏レイソルが少なかった1試合をやったんですけど、
この1試合ファジアーノ岡山と柏レイソルの試合が2対0でファジアーノ岡山が勝利っていうことで、レイソルが負けたんですよね。でレイソルが負けたっていうことで、はい、勝ち点の差が9に広がったままなんですよね。で残りの J2 の試合が3試合ということで、勝ち点差9なんで、この試合に引き分けか勝ちで確実に優勝が決まる。でサンガが負けてもレイソルが負けか引き分けの状態でもう優勝が決まるっていうことなんで、だいぶ余裕のある試合ができそうかなと思ってます。じゃあジェフユナイテッド千葉戦をどうぞ。 J2 リーグ第40節京都サンガ FC 対ジェフユナイテッド千葉のハイライトです。まずはホームジェフユナイテッド千葉のスターティングラインナップ、フォーメーション4-4-1-1、ゴールキーパー新井、ディフェンス右から米倉、岡野、ホベルト、下平、ミッドフィルターセンター2人、田口と山下、右が堀米、左為田、トップ下の位置に船山、フォワード1トップに川又。ここ最近の5試合で勝利が1勝と少し調子が下がり気味の千葉、この試合はどうでしょうか。続いて京都サンガのスターティングラインナップです。フォーメーション4-4-2、ゴールキーパー若原、ディフェンス右から飯田、大南、ヨルディバイス、黒木、ミドフィルターセンター2人、金久保と福岡、右にジュニーニョ、左荒木、フォワード2トップ中川と宮吉。前節で J1 昇格を決めた京都サンガ、今日この試合引き分け以上で優勝が決まる一戦ですが、今日優勝を決めることができるでしょうか。前半1分京都金久保からのフィード、ジュニーニョすぐにクロス上げて最後は荒木。前半7分対する千葉、福岡からボールを奪うと船山が持ち上がっていき、川又へパス、ミドルレンジからシュート、これは若原セーブ。前半15分千葉のクロスをブロック、こぼれ球中川が拾うとカウンター、ドリブルからセンターバックの間を通すスルーパス、完全に抜け出した宮吉のシュート、しかしこれは荒井がセーブ。前半31分左サイド荒木がドリブルからシュート性のパス、最後は中川、しかしこれも荒井がキャッチ。エンド変わって後半、山下のロングフィードが川又に届くと船山へパス、そして流れるようにシュート、しかしこれ若原キャッチ。後半17分京都金久保のコーナーキック、これに合わせたのは大南、綺麗にネットを揺らし1対0と京都サンガが先制します。後半26分千葉の熊谷から左サイド展開、船山落として下平、最後は田口のミドルシュート。後半38分千葉のクリアボール、船山がきっちり収めると左サイド駆け上がっていきます、早いタイミングでのクロスボール、そこにいたアラン・ピニエロのシュート。後半44分さらに千葉はスローインから相手エリア内深くでボールをきれいに回していき、最後は熊谷のシュート、しかしこれも若原セーブ、ゴールを許しません。後半47分京都クリアボール、中川が拾うとロングフィード、裏に走っていたリー、キーパーと1対1からシュート。後半48分金久保がボールをキープしますが奪われます、千葉クリアで田口に渡ったところで試合終了の笛。長い長い今シーズンの優勝を勝ち取ったのは京都サンガ、 J2 優勝、サポーターと歓喜の瞬間を迎えます。そして優勝トロフィーをピッチ中央で掲げて選手たちが喜びに暮れています。はい、というわけで京都サンガ FC 対ジェフユナイテッド千葉の試合、1対0で京都サンガが勝利ということで、 J2 優勝を手にすることができました。いやー、よかったね。優勝カップを掲げるシーンがきっちりちゃんと収められて、僕は嬉しい限りです。でね、まあ今回の試合的にちゃんと得点シーンを見せてあげたいねんけど、これ大南のゴールがコーナーキックからやって、また映像の画角的に微妙なところやったよね。ちょっとほんまになんかリプレイとかで綺麗に映ってるやつないかな。本気でちょっと探して綺麗なシーンをお届けしたいなと思ってます。でまあね、この試合データ、ジェフも16本、サンガも16本、で枠内シュート9と10ということで、だいぶ打ち合いの戦いやったけど、1対0っていうことで、もう若原がね、今回だいぶピンチを救ってくれてた印象で、でまあ相手のゴールキーパーの新井もだいぶ決定機を止めてた印象やったんで、今回はゴールキーパーの戦いやったんかなと思ってます。で、ちょっとこれはゲームのバグなんかわからへんねんけど、ジェフの方にも田口いたよね。だからちょっと俺、あ、ジェフ田口スタメンで使ってるってなって、田口サブには置いててんけど、使いたかったけど使わへんかって、なんか田口になったら困るし、ちょっとこれどうしよっかなと思ってんねんけど、まあもううちの選手としても確立しちゃってるし、J2 優勝も決まって、ここから J1 行くんで、まあ田口とは来シーズン以降会うことはないと思うんで、使っていこっかなと思ってるんですけど、ちょっとしたハプニングはあったよね。でもまあ、今回は J2 優勝を、
J1 昇格両方ともこのパートで見せれることができて、めちゃくちゃ見どころのある試合やったんじゃないかなとは思ってます。じゃあ他会場の試合結果見ていきたいなと思います。はい、他会場の試合結果です。オミアルディージャ対アルビレックス新潟が1対0でオミアルディージャ、アビスパ福岡対柏レイソル2対0で柏レイソル、ファジアーノ岡山対愛媛 FC が2対0でファジアーノ岡山、 FC 岐阜対東京ヴェルディが1対1の引き分け、FC 琉球対横浜 FC が1対0で横浜 FC、 ジェフユナイテッド千葉対京都サンガが1対0で京都サンガ、レノホ山口対モンテディオ山形が3対1でモンテディオ山形、栃木 SC 対鹿児島ユナイテッドが2対1で栃木 SC、 ビファーレン長崎対ヴァンフォーレ甲府が1対1の引き分け、町田ゼルビア対水戸ホーリーホークが2対1で町田ゼルビア、津江源金沢対徳島ボルティスが2対0で津江源金沢ということで、順位表がこんな感じと。まあ、サンガが残り2試合を残して勝ち点91で優勝。カシアレイソル82、町田ゼルビアが78と。まだレイソルの自動昇格は決まってないって感じか。でもまあ次のパートの次の節で決まるんじゃないかな。勝ち点差4あるんで、レイソルが勝てば自動昇格決定なんでね。で、ファジアーノが74、ビファーレン66、モンテディオ63、アビスパ60と。あー、ここ開いたね。あ、モンテディオがリードしてるって感じか。で、まあ、こうやってバーって続いてって、降格争いの方は、残り2試合なんで、お、大宮がもう残るん確定やね。39なんで。で、アルビレックスが32なんてね。でもまあここも鹿児島岐阜水戸も勝ち点差6と5あるんで、アルビレックスはだいぶピンチって感じかな。でも琉球は残り2試合両方か、まあ琉球もアルビレックスも残り2試合両方勝たんとダメやけど、得失点差的に琉球は厳しいかな。マイナス18やなんでね、水戸が。でまあアルビレックスはまだ38のチームとも入れ替えの可能性はあるんで、岐阜が落ちてきたりしたらまだ可能性はあるって感じか。はい、まあニュースですね。サンガが J2 優勝と。サンガが J2 優勝を勝ち取った。サンガはここに至るまでの以下の試合をおそらく最も記憶に残る素晴らしい勝利として振り返るに違いない。4対0でアルビレックスに圧勝、3対1でアルディージャに勝利、3対1で横浜 FC に勝利、3対1でヴァンフォーレ甲府に勝利。ピーター・ウタカは14得点上げてチームを J2 優勝の栄光に導いた。サンガは2月の素晴らしい滑り出しが2位に押し上げて予想を上回り、そのまま優勝し、喜びに満ちた成功のシーズンとなったということで、まああれやね、ニュースのメディアの人がこの試合がだいぶキーポイントやったんじゃないですかっていうことを言ってるってわけね。サポーターが称賛してくれてるっていうニュースもありますね。キャッチミーをサンガサポーターが称賛と。京都サンガ FC のファンはチームが J2 優勝を勝ち取ったことを当然誇らしく感じていた。ファンも専門家もチームの成功はキャッチミー高幸のおかげだと幾同音に話しているということで、いやーよかった、ありがとうございます。まあ俺も優勝できるかはちょっと微妙やったんですけど、できるだけ昇格に向けてチーム作りをしてたんで、柏レイソルを押しのけて J2 優勝を勝ち取ったんはすごい良かったかなと思います。まああと2試合あるんでね、この2試合もきっちり勝っていきたいなと思ってるんですけど、この次のパートでまあ J2 リーグが終わるっていうことで、 FC 岐阜とアビスパ福岡、まあここね両方ともホームの2試合ということで、まあサポーターと喜びを分かち合いながらシーズンを締めくくれればなとは思ってます。でまあここね、今回大宮アルディージャ戦で J1 昇格を決めて、ジェフユナイテッド千葉戦で J2 優勝を決めたっていうことで、まあ両方ともアウェーの試合やったんでね、まあサンガサポーターからしたらホームで優勝とかホームで昇格の味を味わえることができひんかってんけど、最後 FC 岐阜とアビスパ福岡の試合でサンガの集大成を見せれたらなとは思います。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。